これどこのメーカーのやつですか。これはあの OM さんが作った自作の、あ、自作の16段高リニア。そうです。なんか見たことない組み立て方のアンテナだなと思ったら、そういうことなんですね。そうなんです。これでこの間、どこだったかな、ナインエリアの富山。え、ここからですか。はい。え、ここから富山、すごいですね。富山呼ばれたし、長野は普通に呼ばれるし、あと石川呼ばれて、モービルホイップでやってた時は相手方の設備に助けられて、茨城の龍ヶ崎。すごいですね。はい、びっくりしました。無指向性アンテナってそんな飛ぶんですね。これめちゃめちゃ飛びます。だからこの状態で給電点が地面から3メートルぐらいで、はい、16.4 dB ぐらい。いや、そうか、この無指向性アンテナでもそれだけ楽しめるんですね。だからあのツイッターとか見てて、あ、ヤギとか使わないのかなって思ってたんですけど、はい、これでも十分戦えるってことですね。全然余裕です。いつも車乗ってる時はここの小さいスピーカーから、あ、はい、こっちから鳴ってるんですよね。そう、ここだけなんですけど、移動運用する時はここプラス車全体、ああ、この外部入力、オーディオの外部入力につないで聞きやすい状況にして運用する。めっちゃこだわってますね。走りながらこう運用を軽くするときと、このホーリニア上げてがっつりやるときはスピーカーの環境を変えてます。なるほど。でなおかつこのテーブルを置いてログをパソコンでハムログを打ちながら、まあ、書きながら打ちながら喋りながらっていうこの快適な環境が僕のシャックです。あ、ご自宅にはシャックは上げて、あの、やってないですね、なくて移動運用オンリーってことですね。移動運用でこの車にめっちゃこだわってる。昨日でちょうど曲面が降りて開局4ヶ月目になりました。ああ、おめでとうございます。というかそのだからこう免許取ってからめっちゃハマってますよね。そうです、免許取るのに1ヶ月ぐらいで取って、でそこからやりだして、なんかもうバーって行きに。そうですよね、めっちゃ毎日やってんじゃないこの人ぐらいな感じでやってますよね。本当にあの恵まれてて、あのまあもともとフリーライセンス無線はやっぱりね、うんうん、ももさんのももチャンネル見てがきっかけでやり始めて、でフリーラーで、まあ、各局とこう仲良くさせていただいて、うんうん、でアマチュア取ってまた新たなこう OM さんとかこう付き合いができて、すごくこう支援してくれるというか力になってくれるので、あのじゃあ一生懸命やろうかなって、うん、はい、やっぱり免許取るまではね、なんかこうマウント取られるとか、うんうん、いろんな思いやっぱ聞いてたんで、うんうん、ちょっと躊躇があったんですけど、まあ、やってみたら、まあ、そういう人も、まあ、実際いましたけど、まあ、ごく一部だなって、うんうん、なので、まあ、開局、まあ、数ヶ月で、あのとにかく元気にこうベレコをしてやっていくことで、なんかこうちょっとでもなんか自分が保険できればなっていう思いで、まあ楽しみながらやってます。すごいすごいモチベーション、はい、なのでそんな感じです。はい、じゃあちょっと運用の様子を分かりました、はい、拝見したいと思います。はい、 CQCQCQ430 こちら JS2ODK ジュリエット、シエラ2、オスカー、デルタ、キロ、ポータブル2、愛知県愛西市道です。なお、本日の QRV は、YouTube の撮影が同時進行で行われております。オペレーターネームの方は伏せさせていただきますが、コールサイン、YouTube の方に使用していいか、更新の際に教えてください。よろしければお声掛けの方よろしくお願いいたします。それでは受信します。どうぞ。ジュリエット、ホテル2、X-ray、エコーマイク、JH2XM、コーリングよ。失礼、取れんかったな。各局ありがとうございます。ちょっとね、重なって、ちょっとね、取り切れておりませんけども。JH2XEM、こちらは JS2ODK ポータブル2です。どうぞ。了解しました。JS2ODK ポータブル2、JH2XEM、名前の各動きですね。いつもありがとうございます。スーコールチェックイン、よろしくお願いします。こんばんはです。どうぞ。はい、了解です。JH2XEM、こちらは JS2ODK ポータブル2です。はい、ごめんさん、こんばんはです。いつもお声かけありがとうございます。59のレポートいただきました。こちらからもオールソー5959、オールソー5959で愛知県愛西市、木曽川の堤防のところに入管しております。はい、受信します。どうぞ。ジュリエイト2、ビクター、アルファ、シアラ、ゴルフ、JS2FZG、降臨の4つ。アルファ1、キロ、デルタ2、
3曲ありがとうございます。2曲フルコール取れました。JJ2VAS、そしてもう1曲 JF2FZG2 曲、フルコール取れております。マイクの方順番にお回ししたいと思います。JJ2VAS、こちらは JS2ODK ポータブル2です。どうぞ。了解しました。JS2ODK ポータブル愛妻。こちらはJuliet2、ビクターアルファ、シアラ、ヘキナンシティです。レポート5959大変協力にいただいております。プラス20デビーぐらいかな。いただいております、よろしくどうぞ。はい、了解しました。ピックアップありがとうございます。 JS2ODK こちら JS2FZG、岐阜県羽島郡笠松町 JCG ナンバー19001919012、58円に関しております。ただいま 10W 発砲、スコール今晩もチェックイン、よろしくどうぞ。はい、了解です。JS2ODK ポータブル2、こちらは JRFJ。どうも、ピックアップありがとうございます。こんばんはでございます。ポータ5959、愛知県三好市に入館しております。はい、こんばんもよろしくお願いいたします。JS2ODK ポータブル2、JRFJW どうぞ。はい、じゃあ、到着でよろしいでしょうかね。JS-α1 キロデルタズール JA1QDZ ポータブル2、名古屋からです。はい、57ですね。5757で入隊しております。お返しです、どうぞ。了解。あ、了解です。JS-ODK ポータブル2、こちらは JK2CNV です。はい、お疲れ様です。こんばんは。鏡原市にレポート5959大変協力に、ね、届いております。はい、ありがとうございます。JS-2ODK ポータブル2、こちらは JS-2HAT ポータブル2、大垣市固定です。取れますでしょうか、どうぞ。了解いたしました。ジュリエットシエラ2オスカーデルタキロポータブル2、こちらはジュリエットシエラ2ゴルフノベンバーポータブル2です。ピックアップありがとうございます。レポートは59フルスケール、59フルスケールで入館しております。了解しました。はい、早速のピックアップありがとうございます。JS2ODK 局、はい、こちらは JK2WXO 一宮市の、はい、2回目ですね。はい、レポート59送りますよ。了解です。はい、了解しました。JS-ODK ポータブル2愛妻市、こちらは JS-JR 岡崎市の、こんばんは。すごい、ね、反響ですね。もうずっとモーパイルでですね、一番初めから呼んでますけど、やっと撮ってもらいました。こんばんは、ご機嫌です、どうぞ。はい、了解しました。JS-2ODK、こちらは JS-2MEH 愛知一宮。はい、ピックアップどうもありがとうございます。はい、いつもいつもね、鈴コール、FB に、配置をさせていただいております。はい、こちらから5959送ります。どうぞ。はい、了解です。コール、その通りですね。JR-2MKM、ジュリエット・シャーロット・オスカー・デンマーク・キロー・ポータブル2、JR-2MKM、名古屋北区から51ですね。名古屋北から51、どうぞ。はい、了解です。JS-ODK、ポータブル2、愛妻市、JFTLZT、同じく愛知県愛妻市から、こちらが5959、安定の貼り付きです。はい、そんなんでね、はい、改めてよろしくお願いします。JS-ODK、ポータブル2、JFTLZT、愛妻市、戸島市です。よろしくどうぞ。了解、ジュリエット、シエラ2、ノベンバー単語、エコ、JS-LTE です。JS-ODK さん、こんばんはです。どうぞ。はい、了解です。ピックアップありがとうございます。こちらのコールは JS-KDL と岐阜県各務川市、常時固定からですね、これ号泣ですね。お集まりかと思います。今後もまたよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、ありがとうございました。見せてもらって、本当最近ツイッターで拝見してると、はい、アクティブにいつも運用してるので、はい、ちょっと一回見たいなと思って来たんですけど、はい、いや、びっくりしたのがこんなに夜中なのに、はい、こんなに応答あるんだ。平日のだって夜10時とかですよ、はい、こんな応答あるんだなっていうのでびっくりしました。うん、まあ、僕も本当アマチュア無線の免許取ってちょうど、まあ、昨日で4ヶ月なんですけど、はい、
まあ、CQ 出すとすごくおかげさまでたくさん、うんまあ、お声をかけていただけるので、僕はその普段が静かっていうのが分かんないんですよね、やっぱり撮って間もないから、はい、まあ、だからといってこれが当たり前っていうふうに思ってるわけでもないですけど、やっぱ周りの OM さんから聞くと、本来はもっと静かなもんだよっていうのを聞くので、まあ、そんな中で、まあ、自分が声を出して呼んでいただけるんであれば、それで楽しんでいただけるんだったらもうちょっと頑張って、やっていこうかなと。多分そのこの、いつも運用されてるのを聞いて、多分自分も CQ 出そうって思う人も、はい、多分これだったらいるんじゃないかなっていう、あ、こんなに楽しく更新できるんだ、うん、こんなにたくさん音あるんだって聞いて、じゃあ僕も CQ 出そうかなって思うきっかけに、ね、なってるんじゃないかなって思います、うん、そういうこともやっぱり、おっしゃっていただいたこともあるので、まあ、少しでもね、僕みたいなもんがこう求められてるんであれば、今後もこの気持ちはまあぶれることなくずっと楽しんでやっていきたいなと思うし、うんうん、なんかイベント的な感じでみんな鈴コールって呼んで楽しんでるみたいなんでそうですね、はいはい、なんかいつしかそうなってしまってうん、うん、いや僕はそんなって言ってたんですけど、やっぱり一人になって冷静に考えたりとかすると、うんうん、本当に自分のより大先輩の OM さんたちがすごい、まあ、僕をこう担いでくれて、協力してくれて支援してくれるんであれば、やっぱりそこに期待に応えたいし、うんうん、なので、まあ、モモさんのモモチャンネルじゃないですけど、せっかく免許取ってやり始めて何か貢献できることになるんだったら、まあ、やろうかなっていうことで、うん、はい、実は、今ステッカーを作っている最中です。お、なるほど、楽しみにしてます。はい、そう、はい、今話あったけど、僕は YouTuber みたいなことをやってるから動画出すってことで、はい、アマチュア無線とかライセンスフリー無線盛り上げようたいなと思ってやってるんですけど、はい、でも別に僕みたいに動画やってなくても、例えば一人一人がこうやってアクティブに運用したりとか、うん、Twitter で楽しく運用したってことをたくさん発信したりとか、はい、そういうことを多分積み重ねてこの趣味がこうもっとたくさんの人に広がっていくんだろうなと思ってるんで、はい、そのなんかお手本だなと思って今日は拝見させていただきました。そんな風に言っていただけて、いや、ありがとうございました。時間が、あれば、ここ愛西市木曽川の堤防へ来ていただければ、はい、不定期ですけど当局がいますので、はいはい、アイボールも歓迎ということですね、はいはい、僕のツイッターのリンクはここにつって、そうですね、 IGSP204 局のツイッターので運用情報とかもありますので、ぜひ、はい、まあ、基本ステルスですけどね、リンク貼っときますんで、フォローして、更新したり突撃したりしてみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、また楽しい活動を見せてもらいにまた来ます。ありがとうございます。はい、はい、さよなら。いや、いつまで手振ってるっす。あ、ウイさん止めたって言ってよ